皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私が外ロケに必ず持っていく崩れにくいコスメを5つ厳選しましたのでご紹介していきたいと思います。私がねこれを選んだ想定としては、まあメイクの現場で AD さんとか、まあ、そういうメイクさんではない人がメイク道具準備しとくんで荷物はあまり持ってこないでくださいって言われたとして、それでも5つだけ持っていかせてくださいって自分から申し出るようなものみたいな、そういう想定で今回は選びました。早速いきたいと思います。崩れにくいメイクで私が外ロケに必ず持っていくもの第5位です。第5位は D アップのリキッドアイライナーです。そうで、これはね本当にとにかく落ちにくい、かなり落ちにくいんです。発色が良くってしっかりと色が出て筆先も描きやすい。モデルさんとかってこう撮影中瞬きをしないように目を開けて集中してたりするので、やっぱりそうなってくると結構目が乾きやすかったりとか、まあいろんな事情があって、アイライン、際のアイラインって結構ね知らない間に落ちちゃってたりするんですよね。で特にこの目頭の部分、皆さんも分かると思うんですけど、目頭の部分って結構アイラインが落ちやすいんですけれども、これはねそんなことなくすごくね綺麗に持ってくれるし、すごく助けられてます。まあやっぱり落ちにくいアイラインといえば私は D アップかなというふうに思います。描きやすさとかいろいろ総合的に見て D アップがすごく好きです。はい、光源堂の下地です。パールホワイトの下地を特に愛用しています。でこういう感じで伸ばしていくと肌が全体的に明るくなります。これはまず毛穴をある程度下地の段階でぼかしてくれるっていうのと、あとはお肌をワントーン明るく見せてくれます。あとはねそのファンデーションとの密着の仕方が結構優秀で、この上にファンデーションを重ねるだけでかなり崩れにくくなります。毛穴ぼかし、顔を明るくしてくれる、あとファンデーションとの密着性含めて、まあ、メイク崩れかなりしにくい下地だなというふうに思います。でしにくい下地って結構乾燥しやすいのが多いんですけれども、まあこれはしにくい割にそこまで乾燥しないです。もしこれをつけるとき乾燥が気になる方はアンボリオリスのモイスチャークリームとか塗った後にこれを塗るとすごく伸びもいいし、綺麗なお肌に仕上がります。これはね結構女性の方にも使うし、メンズのモデルさんとかにも使います。あと外国人のモデルさんとかにも使います。幅広く使えるっていうのもやっぱり現場のバッグにいつも入ってるっていうポイントかな。NARS のリキッドファンデーションです。ナチュラルラディアントロングウェアファンデーションということで、私このファンデーションだけの動画を以前作ったと思うんですけれども、まあ、そのくらいすごく大好きで、重ねれば重ねるほどかなりカバー力、強いカバー力があって、でも本当に薄塗りだとすごくねナチュラルな感じで仕上がるんですよね。なので本当にこれ1個持ってるだけでいろんなベースメイクのができるというか、そういう幅のあるファンデーションだと思います。そこがねすごくまず好きで、かつすごく崩れにくいし綺麗な状態が長く持ちます。でちょっと皮脂が分泌されてこうテカってくる時間になっても、それをねいいツヤに比較的変えてくれます。なのでそういうところもすごく好きかな。便利だし持っていて本当に安心なファンデーションだと思います。じゃじゃんじゃじゃん、マックプレッププライム24アワーなのかな、エクステンドアイベースということで、アイメイクアップベース、薄くピンクがかってるような感じです。でもちろん伸ばすとねこんな感じすっごくサラサラになって、少量でかなり伸びます。なので全然減らない、コスパめっちゃいいと思います。アイシャドウとか大きいラメがこうポロポロ落ちてこないのがすごく気に入ってます。でこれのいいところは、もちろんアイメイクの下地としてはもちろんなんですけれども、アイブロウを描く前の下地として塗り込んでおくとアイブロウの発色も良くなるし、夏場でもアイブロウがすごくね落ちにくくなるんです。なのでここの目元にとにかくね使います。ちなみに私は結構運動する日、自分が運動する日の、アイメイクは絶対ベースにこれを仕込めます。これを仕込むとかなりね崩れにくくなります。で発色も良くなるし、この綺麗なグラデーションの状態とかがずっとキープされるので、そういう意味でもこれはね本当に欠かせない、大好き大好きだし、もうなきゃ無理って感じですごく愛用しております。はい、
これはねなきゃダメね。この崩れにくいベースメイクの仕上げには私は欠かせません。こちらでございます。メイクアップフォーエバーのパウダーです。メイクアップフォーエバーウルトラ HD プレストパウダーかっこフェイスパウダーでございます。で、まあ、メイクアップフォーエバーは結構崩れにくいものがかなり揃っている、まあ、フランスのメーカーで結構もう日本でも売ってますよね。こんな感じでのプレスしてある状態のものを私は使っています。このパウダーはとにかく崩れない、とにかくテカらない、とにかく崩れない、とにかくテカらないっていう感じで、しかもね、粒子がすごく細かいのでパウダーを塗った後も変に厚塗り感が出ずちゃんと素肌感を残してくれるし、プレスしてないお粉の状態のパウダーもあります。で、これを使う時は私はいつもこういうブラシで取ってこうふわーっとのせたりしています。結構ねメイクさん仲間でもこれ持ってない人いるかなっていうぐらいみんな持ってます。そのくらい崩れにくくて、まあ白なんですけど塗るともうほぼ透明になるので、どんな人種の人でもどんな性別の人でも使えるし、まあテカらない、かなりおすすめでございます。今回はね5つご紹介いたしました。で、まあ今は夏のロケなので、まあ、崩れにくいアイテムっていうテーマでやったんですけれども、まあちょっと涼しくなってきたら、まあ寒い時期の外ロケで必ず持っていくこう乾燥しない保湿力の高いアイテムみたいなのもご紹介していけたらなというふうに思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。今回は全然ねちょっとテーマとはそれちゃうので紹介しなかったんですけど、外ロケには結構ねなんだっけ、カチ割り氷じゃなくてなんだっけ、さこうパーンって叩くとそれがなんかカイロのさ氷板みたいなやつですごい冷たくなるやつとかをモデルさんに渡してあげたりするので、まあそういうのを持ってったり、あとモデルさんを仰いであげる扇子とか扇風機とか、あと虫よけスプレーとか、あと日焼け止めスプレータイプの日焼け止めも持っていくし、あとは結構外でメイク直しする時とかにモデルさんが気にしないように手の消毒みたいなキレイキレイのなんかコンパクトなやつとかあるのでそういうの持ってったり、あとは何ですか、汗拭きシートとか普通のウェットティッシュとかティッシュとか、あとはもしかしたら突然雨が降ってきちゃうかもしれないとか、まあいろいろ考えてモデルさんに渡すようなタオルとか本当にねいろいろ持っていくのでいつも大荷物なんですけれども、まあ今日は、まあ、ちょっとね今のは余談になってしまったんですけれども、まあそんな中ロケをやっておりますみたいな感じで、それまあその中の本当に今日は一部をご紹介いたしました。